ブノワペールは、フランスアビニョン出身の男子プロテニス選手。英語読みのブノワペア表記もある。ATP 自己最高ランクは、シングルス18位、ダブルス78位。これまでに ATP ツアーでは、シングルス3勝、ダブルスで1勝を挙げている。身長196センチメートル、体重80キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 2013年全豪オープン男子ダブルスに、トマス・ベルッシュと組出場。グランドスラム初のベスト8に進出を果たした。2013年、BNL イタリア国際では、フアン・モナコ、ジュリアン・ベネトー第7シードのフアン・マルティン・デル・ポトロ、マルセル・グラノリエルスを破り自身マスターズ1初のベスト4に進出を果たした。2014年は、右膝の故障に苦しみ、 トップ100から陥落してしまった。2015年7月のスウェーデンオープンでは、決勝で、トミーロ・ブレドー7から6、6から3で勝利し、キャリア8年でようやくツアー初優勝を果たした。2015年全米オープンでは1回戦で第4、シードの西コリ・ケイに6から4、3から6、4から6、7から6、6から4で勝利。2回戦で、マルセル・イルハン、 3回戦で、第26シードのトミーロ・ロブレドを破り、グランドスラムのシングルスで初めて4回戦に、進出するも、第19シードのジョー・ウィルフリード・ツォンガに敗れた。楽天ジャパンオープンでは準決勝で再び西コリ K21 から6、6から4、6から2で勝利し、ATP500 では、初の決勝進出。決勝で親友のスタンワウリンカに2から6、 4から6で破れ準優勝となった。年間最終ランキングで自己最高の19位となり、カムバック賞を受賞した。2016年、世界ランキングで自己最高の18位となって臨んだ全豪オープンでは、初戦で世界ランキング328位のノアルービンに6から7、6から7、6から7で破れた。リオ五輪に、 背中の故障で危険したリシャールガスケの代わりにシングルスに出場した。2回戦のファビオ・ホニーに戦で2度のマッチポイントを握ったにもかかわらず敗れた。試合後、フランス代表チーム内のルールを守らなかったという理由でフランステニス協会から代表除外され選手村を去る羽目になった。2017年は前半戦の4大会でベスト4になった。 ウィンブルドンで4回戦進出。9月のモデールオープンでは決勝に進出したが、ペーターゴヨフチクに敗れた。2018年は良い結果を残せず、予選からの出場もしばしばあった。シティオープンの1回戦でラケットを7度地面に叩きつけ、16,500ドルの罰金を ATP から課された。これにより、米テニスメディアが選ぶ、ラケット破壊ランキングの1位になった。 2019年3月のマルベイリアチャレンジャーで決勝に進出したが、パブロ・アンド・ハルに敗れ準優勝に終わった。4月のハサン・ニセイグランプリでも決勝に進出し、決勝では先のパブロ・アンド・ハルを6から2、6から3で下し、リベンジを果たすとともに4年ぶりのツアー優勝を飾った。リオンオープンでも決勝でフェリックス・オジェアリア・シムに六から四六から三勝利し、 ツアー3勝目を挙げた。好調で迎えた全仏オープンは、自身初のベスト16入り。4回戦では西小利系に2から6、7から6、2から6、7から6、5から7の日をまたぐ、接戦の末敗れた。ウィンブルドン選手権は4回戦進出。8月のウィンストンセーラムオープンでは、準優勝だった。二千二十年から新設された ATP カップでは、 フランス代表として出場し、フランス代表のエースのガエル・モンフィスと共にシングルスで奮闘を見せた。年始のハイネケンをオープンで準優勝したが、その後は早期敗退が続き、さらに COVID-19 の影響でツアーが中断した後はわずか1勝しかできなかった。世界ランキングも2月の19位から年末には51位まで下がった。2021年に入っても、 ほとんど勝てず、3月のアルゼンチンオープンでは、ツバ吐きや無気力プレーで非難を浴びた。ペールは、観客数の制限に不満を爆発させた。このこともあり、東京五輪の代表から外された。しかし、7月半ばのハンブルクヨーロピアンオープンで547日ぶりの、連勝を飾ってベスト8まで勝ち進むと、続く、スイスオープングスタードでも準々決勝に進出。そして、 ウエスタンサザンオープンでは2回戦で第6シードのデニス・シャポバロフをフルセットの末に破ると3回戦ではジョン・イズナーを退けて準々決勝に進出した。準々決勝ではアンドレール・ブレフに1から2で破れたがマスターズ戦で8年ぶり2度目のベスト8入りとなった。コロナ禍から日常が戻ってきたことが要因だと上機嫌だった。 強打のバックハンドとドロップショットが特徴的なアグレッシブベースライナー。ラケットを破壊したり、レストタイムにベンチで寝たりなど問題行動でも知られる。リオ五輪ではフランス代表チーム内のルールを守らなかったという理由でフランステニス協会から代表除外され選手村を去る羽目になった。 その後も、相変わらずの問題行動で、東京五輪の代表選考からも外された。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z。 イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。